キチャンネル。ちょっ、こんにちは。ヤクルト1000ビフィズスキンです。何ですか？ヤクルト1000。ヤクルト1000ビフィズスキン。ビフィズスキン、はい。ビフィズスキンやんな。ビフィズスキンでしたっけ？え、何？ビフィズスキン。ビフィズスキン。ビフィズスキン、うん、だよね、ヤクルト。はい、でしたっけ。あんま覚えてないですけど、ヤクルト1000美味しいですよね。飲んでる？結構飲んでますよ。すごいじゃん、うん。結構最近自販機とかにあるんですよ、ヤクルト。はい、1000、うちの近くのコンビニもたまに入って、うん、もうすぐなくなるんですけど、うん、また補充されて。そうだ、はい、ヤクルトと試合したらヤクルトもらえるから。あ、そうなの、ね、ドーンと置いてある。え、ヤクルト1000も置いてあるんですかね。ヤクルト1000も置いてあると。へー、ドーンって。いいですね。ロッテはガムだから。あ、そうだ、ガムと飴、うん、ヤクルトはヤクルト。ヤクルトで裏にあるから、おヤクルトあんじゃんって。でもさ、ヤクルトあんじゃんって言ってもさ、結構置いてくれてんだよ、はい、やっぱり。そんな人に何個飲まないじゃん。そんな飲まないですね。はい、1個じゃん。はい、1個もグビって飲んでね。そんな飲んでもね、はい、ちょっと超そんなそこまで。さあ、ということでヤクルト、はい、そうですね、トレードに出してあげた方がいいです、はい、こちらです、うん、じゃじゃん、はい、大下優馬、31歳、はい、広島。あ、ピッチャーから。去年結構投げてたように思いだけどね、うん、去年がね、30試合、1勝、1ホールド、うん、2ホールドポイント、はい、投げたけど、今年10試合しか投げてないんだよね、うん、1軍 で最後に投げたのが、あ、今年投げてないじゃん。ファームしか投げてないです。ファームしか投げてないじゃん、うん、あ、去年が10試合だ、で、一昨年が30試合、うん、ということで、ちょっとずつ試合数ね、うん、減ってきてるっていうところもあるし、今年1軍で投げてないからね、はい、まあ、31歳、若干サイドスロー気味、うん、リリーフ、はい、ちょっと変則系、うん、欲しいところどうですかっていうね、はい、もうファームでは21試合投げてますからね、うん、ちょっと投げるのは投げてるからね、うん、そういったところでは戦力としてまだいけるんじゃないのかなっていうところはあるし、はい、うん、一軍だとちょっともう枠がね、うん、まあ、あのヤクルトもそんなに言うほどチーム全体の状態がいいわけじゃないから、はい、あれだけども、うん、まあ、ピッチャーもリリーフはね、うん、石山、清水で、木澤、うん、星、田口、山本、大西、今度がね、いるから、うん、ちょっと右、これでも完璧だもんな、うん、リリーフは、はい、そういったところではちょっと入る隙間はないかな、まあ、怪我人とか出たとしても、うん、ちょっとなかなか厳しいんじゃないのかなっていうね、はい、ところで、でも怪我人が多いんだよ、うん、山下、はい、とか杉山とかね、うん、ちょっと怪我人が多いからね。奥川投手もそうですね、全員ドラ打ちやん。あ、本当だ。山下、杉山、杉山ドラ1か、あ、ドラ3だ。でも上位じゃんね。上位ですね、みんな、うんうん、杉山、清高、オメガドライブ。え、何ですか、知らんの。はい、君は 1000% これ、知らない。あれか、カルロス・トシキ&オメガドライブだったな、間違えてた俺。あ、じゃあ全然関わりないじゃないですか。うん、違うかった。ただ杉山様が見てたんですよね。じゃあもういいです、はい、私は後で調べておきます。だからまあ、はい、ね、この大下、うん、そしてまああと星かな、あ、じゃ星じゃない、うん、原と星いつもよく間違えるんだけど、俺一文字ですからね、さっきも言ってたのに。はい、原樹里、うん、今年まで1軍で1回も登板しないんだけど、ね、そうなんですね、まあ、2軍であの先発、うん、ちょっと防御率が振るわないけども、うんうん、29歳、今年30歳、うん、もうすぐじゃん、うん、ね、これぐらい選手出したらトレードでもいい選手取れるんちゃうかっていうところではね、うんうん、あのいい形になるんじゃないのかなと、はい、俺は思うけどね、うん、でも結構先発が苦しいチームでもあるじゃないですか、うん、ヤクルトって。でも使ってないからね。まあまあそうですね、その苦しい中でも使ってないわけですもんね、うん、だから今の先発でいうと、うん、石川ね、はい、で小川、うん、小沢ね、うん、で高橋奎二が良くなってきてるからね、はい、でサイスニード、うん、ピーターズとか、うん、でその後に来るのが、まあ、金久保とか、はい、若手ですね、うん、あとはまあ吉村とか、うん、であと高梨ね、はい、とかなってくるから、ちょっと順番がね、はい、なかなかっていうところもね、うん、あるからね。確かに先発、この間石川雅規投手が2番手で投げてましたね、うん、ああそう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 、うん、あれもね、でもいいピッチングしてたけどね、はい、うん、まあ、っていうところがまあ多分ヤクルトの中では、はい、ね、候補かなと、はい、野手はね、はい、松本直樹、あ、キャッチャ ャーのだってもうキャッチャー中村、はい、もう内山、古賀だもんね、うん、もうでまだ唯一1軍今年チャンスないしね、うん、でも2軍で3割8厘打ってるんだよ。わお、結構打ってますね。結構打ってるから、で29歳、今年30歳、うん、はい、もうラストチャンスぐらいだからね、うん、
キャッチャーちょっとお困りで、はい、打撃もちょっと期待できますよみたいなところでね、うんうん、はい、あのどうですかっていうね、うん、ところではワンチャン俺はいいんじゃないのかなと思うし、はい、あとはね太田、太田健吾選手ね、うん、今年早生まれだから、はい、今年度27歳なんと2軍で3割5分おーホームラン4本打点21めっちゃ打ってます。日本ハムから来て、うん、ヤクルトにで1軍ではね、今年6月15日ソフトバンク戦だからまあ、 交流戦1軍上がってたけどね、うん、まあ、ちょっと1打席とかだからね、はい、やっぱこう4打席やりたいよね、うん、そうですね。ってなった時に今二遊間のこと長岡とか、うん、山田が怪我しても竹岡とか、うん、宮本とか出て、うん、太田がチャンスないのよ、うん、一応ね使ってもいいんちゃうかって俺は思うけどね、うん、ここまで打ってんのにっていうね。でもそれでチャンスないんだったら、はい、トレード、うん、いいんちゃう。そうですね、二軍で3割5分はちょっと見てみたいよね、うん、一軍でね、はい、2軍でこんだけ打ってて1軍で出どころないってことはまあまあ、まあ、なかなかチャンスもないし ね、 ないね。本人にとったらチャンスがあるところに行けばね、はい、細川みたいにね、うん、大きく花開く可能性もあるしね、うん、でや松本も若干やっぱキャッチャーの中だったら優先順位が下がってきてるからね、はい、だから松本、太田ね、うん、で大下で原原っていうところがチャンスあると思うけどね、うん、はい、ヤクルト もうギリやからな今もう挽回に向けてはそうですね、うん、でも5位結構上ともう差ついてますよね。9ゲーム差うわあの3位と、うん、4位と 7.5 ゲーム差、はい、貯金作るまで13借金あるからね、うん、まあ、そういったところでは、うん、まあ、トレードで活性化っていうのもいいですよね。もういいしね、うん、あとはその選手たちにチャンスを与えてあげるっていうね、はい、そのもし自チームでチャンスがないんだったら他のチームでもチャンスを与えてあげると、ね、うんうん、いいっていうところもあるし、うん、あとなんか現役ドラフトの選手ちゃうかとかって言うけどさ、はい、あそこに取っておくみたいなことですか。でも現役ドラフトまで取っておいても、うん、はい、その他の チームが欲しいっていう順位がいっぱい取ってくれないと優先順位上がんないじゃん、はい、ってなったら好きな選手まだ取れる可能性があるトレードの方がいいんちゃうかと思う。うんうんうん、であんまりいい選手が同一リーグに行かれちゃうと困るじゃん、はい、だからそう要は自リーグの戦力を上げないように他リーグからいい選手を取ってくるメリットもあるわけ、はい、トレードはね、うん、現役ドラフトは自リーグ間同士で、はい、横浜なんて細川中日行ったから中日に爆上がりしてるじゃん、はい、まあ、でも中日の総力が低くて、うん、DeNA に敵にならなかったから、うんうん、よかったけど、はい、ではね大竹みたいにソフトバンクから阪神行って、うん、阪神で爆勝ちしても、うん、ソフトバンクは相手出ないから、はい、いいじゃんね。いいですね。でもドイツリーグ行かれちゃうとね、うん、万が一あるからね、はい、そういった意味ではトレードの方が思惑に沿ったことができるから、うん、これはまあトレードの方がいいんじゃないのかと思うけどね、うん、欲しい選手ともこうね直接交渉できますからね、そう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 、球団同士で、うんうん、ということで皆さん、はい、どう思いますか。